パトカイ山脈はヒマラヤ山脈東端部から南西方向インド洋方面に伸び、おおむねインドとミャンマーの国境地帯を構成し、アラカン山脈へとつながるアルプスヒマラヤ作り山帯に属する終極山脈。パトカイはアーホーム族の言葉で鳥を切るに由来する。パトカイ山脈はヒマラヤ山脈に比べればなだらかで、山頂の高さもはるかに低い。 山の形状は円錐型で、河川侵食により、斜面がであったり、深い渓谷が形成されている。インド側からはさらに陳丘陵、ガロ丘陵、カーシジャインティア丘陵、ルシャイ丘陵などの丘陵群に分類される。ルシャイ丘陵の最高峰ファウングプイは、ブルーマウンテンというニックネームでも知られる標高二千百五十七メートルの山で、自然豊かで、ファウングプイ国立公園として、 自然保護地域に指定されている。メーガーラヤ州に位置するガルオカーシ山岳地帯は、インド洋からのモンスーンを受ける位置にあり、麓のチェラプンジアマウシンラムは、世界的なタウ地帯として有名である。気候は、高度の差に起因して、温帯気候から、高山気候までの多様性を示す。インドとミャンマーの国境をなすパンソー峠が、バトカイ山脈を横断する。 最も重要なルートとなっている。第二次世界大戦中に延焼ルートの一つ、ビルマ航路が日本軍に占拠されてのを受けて中国と結ぶ戦略的供給道路としてレド航路がパンソー峠を通って建設された。ありがとうございます。